今回のテーマはこちら、最重要オフラインコンバージョンの計測について。イエーイ、この事例によって本当にいいか悪いかを判断して、うん、入れる入れないも決めてくることになるんじゃないかなとも思うので、ぜひ紹介をお願いいたします。インフィニティチャンネル、どうも、インフィニティチャンネルの吉田です。大島です。このチャンネルではインフィニティエージェントの社員がウェブマーケティングに関する動画をたくさんアップしていますので、よければチャンネル登録をお願いいたします。今回のテーマはこちら、最重要オフラインコンバージョンの計測について。イエーイ、ということで今回はゲストに大島さんに来ていただきました。お願いします。久しぶりですね。結構あんま久しぶり感ないんですけどね。そうですね、前回の動画はピンタレストの概要について紹介していただいた動画でしたね、うん、そうですね、もう今となっちゃあんま最新感ないですけど。そうですね、大島さんにはピンタレストの時も最新情報っていう時にゲストに出ていただいて、うん、今回もオフラインコンバージョンについて最新のトピックになるので、いろいろ聞いていきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで今回のトピックはこちらです。そもそもオフラインコンバージョンが何なのかっていうところだったり、メリットとか仕組みと、あと導入手順までお伝えをして、うん、最後にはタイトルにもあったと思うんですけど、事例紹介もするのでぜひ最後まで見てください。では早速本題に入っていきます、はい、まずはオフラインコンバージョンとはっていうところを教えてください、うん、はい、オフラインコンバージョンをですね、一言で言うと、まあ、制約やアポイントなどのウェブ広告で確認できないコンバージョンのことを言います。例えば賃貸物件の場合、制約に至るまでに行動フローとしてですね、広告を見て内見を予約したりとか、実際に内見制約っていうその後ステップが続くと思うんですけれども、うん、この場合ウェブ上で行っている内見予約までがオンラインコンバージョンで、その後の内見とか制約、この部分がオフラインコンバージョンと言われるものになります。なのでウェブ広告でデータとして獲得状況を確認できるものがオンラインコンバージョンで、そうではない実反響と呼ばれる部分がオフラインコンバージョンになります。でこのオフラインの部分は CRM ツールをですね、広告媒体と連携することで計測することが可能になります。結構難しいですね。ここの言葉だけで聞くとちょっと難しそうに思えるかなと思いますね。この CRM ツールの導入が結構重要になってくるっていう感じですか、ね、そうですね、その連携の部分で手こずるパターンは多々あるかなと思いますね。では続いてオフラインコンバージョンを計測するメリットについてなんですが、今紹介をしていただいた、うん、ウェブ上でデータとして計測するオンラインコンバージョンとは違う実反響になるオフラインコンバージョンのところって、どういったメリットがあるんですか。メリットとしては良質なリードっていうのをですね、集められる点にあるかなと思っていてですね、よくあるのはウェブ広告運用されている中で、媒体の数値はいいのに実際のリードの質が悪いせいで制約単価が高くなっていたりとか、あとはまあ過去に一度アプローチしたユーザーさんからのリードが多くてなかなか新規の獲得が増えないとか、あとまあ結局広告やっていていいのかどうかもわからないなどですね、企業さんによってはですね、いろいろお悩みがあるかなとは思うんですけれども、この悩みを解決できるのがそもそもオフラインコンバージョンになるので、とても有効な手段になるかなというふうには思っております。でアポイントとか制約につながるキャンペーンとか、あと実際のキーワードを広告の管理画面上で見れるので、キーワードであったりの分析もしやすいみたいなところもありますし、どういったユーザーさんにより配信を強化していけばいいのかっていうのも管理画面で見ることができるので、制約とかアポイントといったところに対して広告の改善がより測りやすい形にはなるので、結果的にリードの質が高くなっていくかなというふうに思います。質が高まるっていうのはすごく大事なことですよね。ということは CRM ツールの導入で連携させることによって、うん、今まで見えてなかったオフラインコンバージョンの部分にも最適化とかをかけていけるっていうことですよね。おっしゃる通りです。今までだとこの管理画面と CRM ツールのここが分断されてたのが、はいはい、ここを連携することで CRM ツールで取ってる情報を管理画面に返すことができるので、うん、それを元に広告運用だったり最適化がかけられるというところですね。でどんどん質が上がっていくっていうことですよね。はい、いやすごく重要ですね。これ何言おうかと思ったらずっとじっとしちゃった。やばすぎ、笑っちゃいました。では次にオフラインコンバージョンの仕組みっていうところで、どういうふうにこう計測していくかみたいなところはお伝えしていただいたんですけど、具体的なこう仕組みってどういうふうになってるんですか。もう少し詳細にお伝えすると、クリック ID というものがあって、このクリック ID というものは、まあ、ユーザーさんが広告をクリックした時に媒体から付与されるもので、オフラインコンバージョンの場合はこのクリック ID をもとに計測を行います。
ユーザーがオンライン上でコンバージョンをすると CRM ツールを連携していれば、それがリードとして CRM ツールの方に登録されますと。でこの際にユーザーにはもうクリック ID が付与されている状態ではあるので、コールとか営業の結果とかのアポイントや制約などのステータス変更が、まあ、しっかり行われていれば、付与されたクリック ID を元にですね、媒体とデータを連携させることで管理画面にもどのリードがアポイントとか制約につながったのかというのが反映される仕組みになっております。コールとかの営業の結果っていうところをちゃんと手動でステータスを変更していくことで、その後の動向も追っていけるということですよね。はい、おっしゃる通りです。では次に、実際にそのオフラインコンバージョンを計測したい、導入したいっていうふうになった時に、どういうふうに導入していくんですか？はい、手順はですね、3つありまして、まず1つ目はですね、媒体のタグを自動化する必要があります。自動タグという設定があってですね、それを有効化して新しいコンバージョンアクションを作成します。2つ目はリードフォームに修正を加えるというものが必要になります。はい、これはフォームに媒体から発行されているコードをこう埋め込むことで、フォーム入力時にこのクリック ID を CRM に渡せるようにする、この一連の動作を修正加える必要が出てきます。で最後3つ目はですね、CRM の変更といったところが一つ必要になってきます。CRM がですね、クリック ID を保管するように一部変更を加える必要があるので、まあ、この作業が最後に発生していきます。これって私とか誰でもできるんですか？1番に関しては、はい、広告管理者のみで対応可能になるんですけども、2番とか3番に関しては CRM ツールを管理している方とか Web を管理している方の協力が必要になるので、我々代理店のみでは対応が不可となります。じゃあ結構導入ハードルは高めですね。そうですね。では最後にお待ちかねの事例になるんですが、はい、導入ハードルも高かったので、この事例によって本当にいいか悪いかを判断して、入れる入れないも決めてくることになるんじゃないかなとも思うので、ぜひ紹介をお願いいたします。いくつかあるんですけども、分かりやすい例でいくと、実際に導入した企業さんも実例がこちらになります。獲得件数としては伸びていたんですけれども、まあ、リードの質が悪くアポにつながらないっていうところが、まあ、課題であったんですけれども、そのためどの配信メニューから獲得に至っているのか、そういったところを可視化するためにオフラインコンバージョンを導入した事例となります。で結果ですね、媒体上では検索広告の方が獲得効率が高かったんですけれども、制約率の観点から見るとディスプレイ広告での制約率の方が高いっていうことが分かりました。媒体上の数値しか見てないと、単純にこう獲得が取れている媒体、ここで言うと検索広告の方に多くこう予算を配分していたのが今までだったんですけれども、こういったところで可視化することによって、ディスプレイ広告の方が実は制約率が高いっていうことが分かったので、ディスプレイ広告に多く予算を配分して制約を増加させることができたという事例になります。これめちゃくちゃ大事ですよね。予算の分け方とかも全然変わってくるので、すごい重要だなと思いました。そうですね、まあ、実際これオフラインコンバージョン継続してないと分からなかった事例であるので、非常に好事例かなと思いますし、まあ、他の案件でも非常に重要なことかなと思います。この CRM ツールと連携させることによって見えてくることってすごいあるんですね。そうですね、まあ、冒頭も言った通り、媒体で取れてても実際のお客さんの方で全然反響取れなかったら意味ないものになってしまうので、この辺は非常に有効かなと思います。少し前の動画でコンバージョンの乖離の要因とかっていう動画出してたんですけど、それにもつながってきますか？そうですね、まあ、このあたりしっかり連携して数値取ることができれば、その辺の乖離の要因であったりとか数値の誤差といったところもよりリアルな数値で運用とかもできるかなと思いますね。じゃあ結構導入ハードルが高いとはいえ、導入する価値は全然あるという感じですね。そうですね、ぜひこの動画を参考に導入を検討したり実施していただけたらなと思います。ではここでお知らせです。当社は株式会社インフィニティエージェントと申しまして、ウェブ広告運用を中心にウェブマーケティング周りのコンサルティングを行っております。概要欄にお問い合わせ先が貼ってあります。また広告担当者の方に使っていただけるリスティング広告と Facebook 広告と YouTube 広告と LINE 広告の ebook を概要欄に貼ってあるので、ぜひこちらもダウンロードして見てみてください。インフィニティチャンネルということで、今回は大柴さんにオフラインコンバージョンの概要であったり、メリットとか導入方法、そして事例まで紹介していただきました。久しぶりの共演と YouTube の出演はどうでしたか？3ヶ月ぐらい経ってるっていう感じだったんですけど、はい、だいぶ前のことのように思わなかったですけど、はい、でも前回撮影した時とセッティング風景が変わりましたそう言われてみれば確かに変わってますね、はい、私はでも結構久しぶりな感じがしました。
んですかね、いつも見てるから出てる気になってるのかもしれないですけど、もっと全然出演依頼あれば。え、本当ですか。いや今回だいぶ断られかけましたけどね。まあちょっと一回持ち帰らせていただいて。そうですね、検討時間かなりありました。ちょっといろいろギャラの交渉もあるんで、はい、そこはちょっと。でも交渉成立でしたね今回は。今回ばかしはいや今後結構期待あんまりないじゃないですかまあでもどんどんご依頼させていただくので。若手のメンバーまだ出てない人いっぱいいるんでね。吉田さんの同期の方はまだ出てない人いますから ね, ですね。いろんな多数の出演者っていうところが強みでもあるので、まだ出てないゲストにも出てもらえるように社内営業頑張りますね。フリートークの方も長々と話しましたが、オフラインコンバージョンについて今回の動画が参考になったらなと思います、うん、ということで今回の動画の内容がいいと思った方は応援のグッドボタンと、まだチャンネル登録をしてないよっていう方はぜひチャンネル登録の方もお願いいたします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。吉田さんにはロケをもっとやってほしいな。あ、ロケ。吉田さんの寝起きドッキリ。それロケじゃないじゃないですか。あと冬の一日。違うコンテンツを。そうそう、冬の街ブラとか食レポとか、ね、もうこんだけやってれば多分相当ファンもついてるはずなんで。だってね、街歩いてたら声かけられるぐらいだから。一切ないですね。あれなかったっけ。ないです。その辺の需要も満たしていかないと。リアルな冬を。そういったところを見せることでやっぱ親近感が湧いてくる。はい。その辺ちょっと今年頑張ってほしいです。わかりました。楽しみにしておいてほしいです。はい。いや本当にこれ本編より長くなっちゃった。長くなりました。そうなっちゃうよね。もうカットです。こっち本編でもいいしね。いやそういう緩い回があってもいいかな。ちょっと一旦閉めますね。うん。はい、どうぞ。